日本人の心、毎日の食卓に欠かせないお味噌汁。どこの家庭にもお母さんの味がありますよね。ありますよ。時々母さんの味って懐かしくなるんですよね。そこで続いては、安心で無添加天然、ふるさとを感じさせるお味噌です。創業から80年以上、かたくなに伝統の味を守り続ける栃木県宇都宮大和屋商店の手作り無添加天然味噌。厳選した原料と確かな職人の技、麹と向き合い味噌作りに打ち込むことで美味しさを極めました。栃木県産最上級コシヒカリで作った麹を使ったまろやかで上品な味わいの上質米麹味噌は、麹の力を十分引き出すよう伝統の製法で加工。厳選した大豆と自然塩を混ぜ、冬から夏へと寝かせて、ようやく秋に出来上がる極上味噌。そして北関東の米大麦で作った麹を混ぜ合わせ、2年間じっくり寝かせた香り高い米麦混合麹味噌。熟練した技で最良の麹を作り出し、1年目は常温発酵、2年目は低温発酵させました。保存料、防腐剤など余分なものは一切入れない、原料と製法に自信があるからこそできる手作り無添加天然味噌です。さあ、じゃあこうちゃんにこの味噌で作ったお味噌汁を飲んでいただこうと思うんですが、そちらはね、上質米麹味噌です。香りがまずまろやかですね、これ。あー、すごい品がありますよ、これ。美味しい。そちらはですね、米麦混合麹味噌です。あ、香りからまあ違いますね、これ、あー、こっちはまた違います。さっぱりして美味しいです。味わい深いですね、これ。私はきゅうりに味噌をつけていただきたいと思います。味噌が美味しいから、きゅうりの甘みが引き立ちますもん。で、もちろんこの他にも定番のサバ味噌なんかに、こちらのお味噌を使うとまた風味が豊かな仕上がりになるんですよね。毎日の食卓に欠かせない味噌、こだわりの味噌であなただけの母の味を作ってください。厳選された原料にこだわった大和屋商店の無添加天然味噌、今回は限定各200個をご用意しました。上質米麹味噌1箱2キロ入りをうまいもんテレビ価格2900円、2900円でのご提供。2年間熟成の米麦混合麹味噌1箱2キロ入りをこちらは1900円、1900円でのご提供です。昔も今も変わらぬ伝統の味、母の味をこの機会にぜひご賞味ください。お求めはフリーダイヤル 0120-360-064 0120-360-064 まで今すぐお電話お待ちしております。